怖い。よいしょ。これはいけるんじゃないか。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。皆さん、こんにちは。私は今、パリのサンラザールの近くに来ております。今日はクライミングをやってみようかと思います。オリンピックでも今年すごく話題になりました。クライミングなんですが、パリでも結構流行っているなというのを感じております。私もよく子どもたちと行ったりするんですけれども、今回お邪魔するのはパリならではのクライミングウォールがあるところに行きたいと思います。というのも、昔の建物を改造して、登れるようにしてあるらしいんですけれども、急にここですね。こんな風に急に街中に現れました。あ、すごい。すごいです。ちょっと面白いな。いや、めっちゃおしゃれじゃない、ここ。すごいよ。どこで登るのが映えかな。なんかさ、ここで撮るとかっこいいんじゃないって思ったけど、難易度高そうだよね。じゃあちょっと登ってみたいと思います。実はマイシューズです。この一番いい感じのところ行ってみようかなと思います。じゃあ行ってきます。白、なるべく白、なるべく白。怖い。よいしょ。ちょっと待って、こんなに違うとこ掴んでる。これか。あ、ちょっとさ、斜めってんだよ、これ。あ、斜めってんだよ。ちょっと待って。で、こっちの足を、こっちの足を、ちょっと待って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 、まだ全然あるぞ、これ。いけんのかな。ちょっとむずいわ、これ、マジで。ちょっと待って、すごいむずいんだけど。ちょっとまっすぐなとこにする。これちょっと組み直しましょう。無理。ちょっと気を取り直してこちらの簡単コース行ってみたいと思います。簡単かどうかはちょっと、でも斜めってるは斜めってんだよな。よっしゃ、行ってきます。よし。でも丸いんだよな、なんか丸いよ。よいしょ。掴みやすい。よかった。これはいけるんじゃないか。あともうちょっとだよね。丸いんだよ、持つとこが全部。全部丸いの、なんで他の色も掴みたいんだけど、全部丸いんだよ。ちょっと諦めようかな。ちょっとこれ
これちょっとバンジー急すぎる。落ちるのも怖いんだよこれ、うん、ああ落ちるのも怖いんだよこれ、うん、これ降りんのも怖いね。うん、いやなんか大丈夫だってのは分かってんだけど、ちょっといろいろ行ってみようか、せっかくだし。怖いよちょっと。これねマジであのクイズ番組と一緒で、あの見てる方はね簡単で、あそこ行けばいいのにとかつい思っちゃうんで、見てるとね、やってるとめっちゃむずいから。いやでもあとねなんかなんだ、まだね恐怖心みたいな、行けなかったらどうしようって、全然落ちても大丈夫なんだけどやっぱ怖い。よし頑張るぞい。うわ、斜めってきた。Sorry, I'm not far. I just want to sit the other way. There is the one that before A. This is green one. Green one? Yeah. で今の中国のファンの方があの声をかけてくださって、裏に緑色の一番簡単なやつがあるからと、ちょっと一回見に行ってみよう。でもめっちゃ手パンパンな。はい、ちょっとひとまずちょっと 裏も見に行ってみようか。じゃあちょっと、いやでも難しいって。ちょっともう最後の最後もじゃないとかっこ悪いもん。怖え。いい感じに上まで行けたよ。あ、行けた行けた。嬉しいよ。OK! Good! Made it! Yay!だった。せーの、よかったよかった。ちょっと4トライほどしてちょっと3つ心が折れたんですが、最後あの中国のファンの方がですねアドバイスとちょっとチョーク手に塗るのを貸してくださって、でちょっとまた4つ目も諦めかけたんだけど、あのなんとかゴールまで行けました。あとねあの怖いとか自分ができるかなみたいなののせめぎ合いみたいな、私は結構あの早めに諦めちゃう性格なんだなというのがあのクライミングを始めて、分かりました。でもすごい、皆さんいかがでしたか、こんな素敵なフランスのクライミングの場所があるぞということで、日本とか他の国でもこんな面白い場所があるよっていうのがもしありましたらぜひ教えてください。それではパリのクライミングでした。お疲れさんでした。ちょっとなんか3日ぐらいここパンパンになりそうです。ではでは。